おお、あれこそが源の雷光殿。一つ手合わせ。いえ、やめておきましょう。身内の殺し合いとか良くないことですから。お、あれが酒呑童子。なるほど、彼女なら首を切ってもいいですよね。良くない？そうですか、残念。茨城童子か。え、後ろに回ろうとするな。あ、いや、すまんすまん。お主を見ているとどうしてもこうな。あれが伝説の鬼殺し、渡辺の綱殿。先ほど戦いを見てみましたが、いや、すごかった。細切れでしたよ、細切れ。あれで人を切るのは苦手だとか、大根おろしくらいにしないと納得いかないタイプなのでしょうか。金時殿、伝説の豪傑と一緒に戦えるとは光栄の至り。それでそのお願いがありまして、例のゴールデンに乗せていただけませんか。大丈夫です、私天才なので多分なんとかなるでしょう。たわらの十和田様、あの伝説の、どうしましょう。アルシタのカルデアではサインとか握手とかありでしたか。アルシタの、少々よろしいですか。あのメイブという女将ですが、トレーニングとか何もしてないのですよね。つまりあの足とか体は天然。ふざけているのですか、彼女は。なんて羨む。いえ、違います、断じて違うのですが。もう。おや、オッキー殿、今暇なのであればゲームなどいかがです。よろしい、すぐにやりましょう。ではこの格闘ゲームで。ちなみにこれ、首を切るモーションなどはありますか？ない。そうですか。平の過激よ。しかしあれはどう見ても私では。いえ、見間違いでしょう。さもなくば幻覚です。牛若、断じて認めません。ああ、そこの自称弁慶、まあバビロニアでは何時もそれなりによくやったと、そう言わざるを得ない。ひとまず褒めて使わす。なんだその顔は、サクッとされたいのか。いや、それにいたしましてもバビロニアの私は大暴れでしたね。お恥ずかしい、穴があったら立てこもりたいです。もう長い付き合いです。主の考えることなど私にはお見通しです。いちいち首を切るな、ですよね。あれ、違う。はい、主殿のことはもちろん大変好きです。あうんの呼吸も極まり、もはや私は主の犬か馬と言っても過言ではないのでは。勘違いされそうだから、自分を動物に例えるのはやめてほしい。全く関係ないのですが、コールタールなどが大変苦手になりました。聖杯、主の犬に、やたぬきに、いやレッサーパンダに、コアリクイに、あの、何でもありません。はい、マスター、私もあなたと共に様々な旅をしてきました。
生前では知ることもなかった土地、文化、そして敵。許されるのであれば、このまま永遠に仕えとうございまする。もちろん、それは許されないのですがね。